週末のワルキューレ、ハンマヤイバキバとコラボ、アダムとヤイバキバが共闘つつ、神と人類のラインスタンプも、週末のワルキューレと、ハンマヤイバキバのコラボイラスト、シータがキケースケ秋田書店、ハンマヤイバキバ制作委員会、シーアジチカ、梅村真也、福井匠、コアミックス、週末のワルキューレ制作委員会、月刊コミックゼノン、 コアミックスで連載中のバトル漫画が原作のアニメ、週末のワルキューレと、板垣圭介さんの格闘漫画、ヤイバキバシリーズの第3部が原作のアニメ、ハンマヤイバキバがコラボしたイラストが9月30日公開された、週末のワルキューレの人類側代表投資アダムと、ハンマヤイバキバの主人公、ハンマヤイバキバが背中を預け合い、京都をしているかのようなイラストとなっている。 週末のワルキューレのラインスタンプが発売された。神と人類それぞれの代表投資が描かれたスタンプで、ブリウンヒルでの、イッツア、ーリータイムなど、キャラクターの名言が添えられている。週末のワルキューレは、アジチカさんが作画、梅村慎也さんが原作、福井匠美さんが構成を担当した漫画で、月刊コミックゼノンで2017年に連載をスタート。 全世界の神代表と人類代表が1対1の13番勝負を繰り広げるアニメ第一期が6月から NEPFLIX で配信中で10月1日から東京 MXBS11MBS 他で放送されるアニメ第二期の制作、舞台化も発表されているヤイバキバシリーズは地下闘技場のチャンピオンハンマヤイバキバやヤイバキバの父で 地上最強の生物の異名を持つハンバ、ユージローラ格闘家の戦いを描く格闘漫画。1991年に、週刊少年チャンピオン、秋田書店で第1部、グラップライアイバキバの連載をスタート。現在は第5部にあたる、バキ動が連載されている。テレビアニメ第1期、最強死刑囚案が2018年7月2月に放送された、第2期、ダイス大祭。 大来大祭やが2020年79月に放送、NETFLIX でも配信されている。ハンマーイバキバは全12話で、NETFLIX で9月30日に配信がスタートする。